ジャニーズ事務所がこうジャニー北川氏のジャニーズジュニアに対する成果外を認めたことを受け取引企業の在り方が問われています本日は福田健二弁護士にお考えを伺いたいと思います福田弁護士よろしくお願いしますはいよろしくお願いします福田弁護士はもし顧問会社からジャニーズとのスポンサー契約を解約するべきか 継続するべきかと尋ねられたらどうお答えになりますか最後の結論としては、うん、こう人権の侵害に関わったジャニーズ事務所との取引は中止すべきではないかというふうに回答します。あの、最近よくビジネスと人権というような言葉が出てて、その人権侵害に、えー をしているような企業とは取引もしないというのがまあ一般的に言われているところですし最初の結論としてはそのような回答をすると思います社名を変えたりジュリー・ケイコ氏が全面的に退いた場合には取引企業としては対応は変わってくるのでしょうかどうでしょうかねあのジャニー事務所の名前 それから、株主ですね。え、の構成が変わる。えっと、こういったことについては、実際に、ジャニル事務所が、例えば、この人権侵害にどう向き合うかとか、今後の再発防止にどんな対策を打つとか、被害者に対してどんなふうな保障をするとか、そういう実際の対応を見た上で決めるということではないでしょうか。単純に、 名前を変えたから、あるいは株主が移動したからでは結論が出ないのではないですか。ジャニーズ成果外問題当事者の会は、14日、スポンサー企業に対して直ちに取引停止を行,行わないことを求める要請書を公表しました。これについてはどのように思われますか。はい、当事者の会の方は、あのそれぞれの方の被害の救済とともに、このジャニーズ事務所の,あの、 今後の体制について、えー、この再発防止とかを求めておられるので、えー、仮にそういうスポンサーが全部、えー、取引中止になって、えー、世間の皆さんの注目がいかなくなって、うやうやになるんじゃないかなという懸念があると思うんですね。ですから、あの、当事者の回答すれば、 きちんと今後のジャニーズ事務所の対応をはっきり見せるためにもいきなり取引を全て中止するいうのはどうなのかなというふうに思ってられるんではないかと思います。今後、ジャニーズ事務所所属タレントが出演する番組を持つテレビ局や劇場の対応に焦点が移っていくとも予想されています。 これについてはどう思われますかおそらくあの、テレビ局やあ、そういう劇場の方、世間から見ると、一斉にあの、取引を停止して、あの、ジャニーズ事務所属タレントを一切出さないというのが、あの、世間的に見ると、おその方に、えー、傾くんじゃないかなと思いますけれども、あの、 それぞれの契約の問題とか、個別の問題はいろいろあると思うんです。でそんな単純に、あの、今、一斉にタレントの起用をやめるというようなことはなかなか難しいんだろうと思いますが、徐々にではあるにせよ、タレントの起用については慎重になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。 あるトーク番組では、ジャニーズ所属タレントのゲスト出演が延期になったと報道されていましたが、同じ番組の MC を務めるジャニーズ所属タレントの出演には変更がないということになっています。この点については、同番組のスポンサーがジャニーズ所属タレントの起用を中止したことに、テレビ局がスポンサーに忖度したのではないかという見方も出ていますが、それについてはどのように思われますか 忖度という言葉が、あの、好きではありませんけれども、あの、テレビ局も、いろんなことを、検討した上で、決断されたんだと思います。えー、何事もそのお、結論を出すにあたっては、いろんな要素を加味して、結論を出す。一番最初の、私の、顧問先が、この取引を、お 提出するかどうかについてもいろんな要素を加味して結論を出すことになると思うんですね。本日はありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。